はい、それではではすね今回の動画では消費税の算出ということで、まあ、インティジャー関数、まあ、こちらの、ね、使い方をやってみたいというふうに思いますでこのインティジャー関数なんですけども小数点以下の発数を切り捨てる関数ということで、まあ、例えば、ね、どういったことかというとこの表で言うと今この上の価格の合計が出ていてここに消費税を計算するんですけども、まあ、現在、ね、消費税8%なので、まあ、単純に言えば、まあ、イコールを入れてこの小計 ×0.08 と。 やれば、まあ、一応この8%の数値が出て、まあ、合計が今出るようにしてあるんですけれども今この消費税のところここを見ると2457になってますけれどもこれがですねちょっと数小数点以下の発数をちょっと出してみるとどういうことになっているかというと2456.6になっているんですね。でこのエクセルの場合は この、えー、小数点以下を四捨五入してしまいますのでこれをこのままやってるしまうと2457になってしまうんですけども消費税というのは小数点以下の切り捨てをしないと、ね、いけないのでこれだと計算がまあ1円狂ってしまうと、まあ、こういったときに、まあ、インテジャー関数を使っていただけると、えー、小数点以下を切り捨てることができますのでね、まあ、早速やってみたいというふうに思いますそれでは、ね、関数の挿入ボタンこちらを押してもらってでこのインテジャー関数なんですけども関数の分類は数学三角 こちらにありますので、これを選んで,で、関数名の中をクリックして、アルファベットの i ですね、を押します。そうするとね、一発で int とまあインティジャー関数が選ばれると思いますので、こちらを選択して OK ですね。この数値のところに、先ほどの消費税の計算ですね、承継× 0.08というふうに入れてあげると今ここに2456.56というふうになるやつが2456という形で切り捨てをしてくれますんでこれで OK ですね。 はいまあ、そうすると、えー、ちょっと今、小数点以下を消しますけれども、まあ、2456ということで、えー、と切り捨てをして消費税を計算することができましたということですね。なんでまああので、消費税に関しては、必ず切り捨てで計算をしないといけないので、エクセルでこういう消費税の計算をするときは、必ずこのインティジャー関数っていうのを、ね、使っていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。ありがとうございました。